これからご紹介する中村さんは、まあ、実際にこのタオメンタルビジネス塾で私が提供したまあカリキュラムをベースにしてですね、もうセミナーを3回、今度4回目を、はい、実際に実践されてお客さんも集めて、またご自身のビジネススタイルもね、かなり大きな変化があったということで、そのあたりのプロセスをね、ぜひお伺いさせていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、ではまずタオメンタルビジネス塾に入塾された当初の、ね、はい、ご状況であるとか、まあ、どういうきっかけで入ったかというところからお聞かせください。はい、私はですね、もともと大学では機械工学を学んで、はい、工場勤務してたんですね。ただ昔から人前でこう話したり、自分の意見を言うのが非常に苦手 ですぐ顔赤くなるし、汗がだらだらかいちゃうしっていうので、すごい悩みがあって、はい、でそれを自分なりに改善して克服できたんですね。でそれを、自分何か自分もやりたいなと思った時に、そういえば昔それで悩んでたなっていうのを見つけて、でその克服方法みたいなのをインターネットで販売し始めたんですね。でそれは大体副業として6年間ぐらいやってて、自分の意識の中ではその副業がもうメインになっちゃって、でたまたま会社の方で早期退職みたいな募集してて、もうこのタイミングしかないなと思って会社を辞めて独立し始めたんですね。で、まあ割り増しで退職金も出たので、当初はちょっと調子に乗っちゃって旅行行ったりしてでもだんだん副業時代よりなんか収入が落ちてたんですね。で結構全然余裕で暮らせると思ってた退職金があっという間になくなり始めて、でやばいなこれは自分のビジネスのことが来月入れるお金しかなくなっちゃってですね、残り1ヶ月分の生活費分しかなくなっちゃって、多分妻は未だに知らないですよだから本当パニックですよね。はい、なんか会社をやれば自由な時間ができるので、今まで副業で制限してたのをもうバーッと展開して、もう1年もあれば楽勝だろうぐらいな感じで思ってたんですけど、はい、とんでもなくって、でやばいな、なんかやんなきゃなと思って、で新たにそれまではその赤面症っていうことにフォーカスしてやってたんですけども、もっとその広げてやりたいなと思って、ブログを始めてちょっとしてからタオ塾に入ったんですけれども、はい、それまではほとんど対面、お客さんと対面するっていうこともなんか人前でこうセミナーみたいなのやるのもなくっていう感じで、そのタイミングで本当にセミナー講師になるためのマインドとスキルと全部教えますっていうので、まあ、ネットビジネスなんで、まあ、自分もネットビジネスずっと勉強したんですけども、ネットビジネスでやってる人が教えるメンタルなんで最初怪しいなと思ってやっぱり動画も見てなかったんですよ、はい、存在メールで人なら知ってるんですけども、なんかうさんくさいなと思って見てなくってちょっと後ぐらいにまたふとその拓保さんと村上さんの対談を見つけて、はい、だから本当に本質的なことを拓保さんが話されてたんで、この人は本物だと思って、内容はぜひ自分がやりたい内容なのでと思ってスタートしたっていう感じですよ。なるほど、はい、実際にご入塾いただいて、率直に感じたこととか何か。そうですね、はい、本当心理の話、もう完全性の話で、本当に金銭的にやばいなって思ってたんで、はい、なんか当たり前のことができなくなっちゃうんですよね。もうパニックというか、極端な話、スーパーに行って100円の買い物するのでもなんかお金払うのですごい抵抗感があったり、本当なんかお金に対してすごいなんか過剰反応みたいな、なんか命を取られるような感じで生活費を振り込む途端に自分のビジネスの口座がガンって減って、それがもうどんどん減っていく一方なんで、ただそれを見ちゃうともうなんか何も手につけられないみたいな感じになってたんですけども、やっぱりそれで心理っていう完全性、本当俯瞰視点というか、ふっとその悩みとか不安の中に閉じこもってたところから一歩打って出れて、あ、そうか、やっぱり目の前のことをやるしかないんだなっていうことで、普通に当たり前のことを日々こなせるようになったっていうところが一番大きいですね。はい、そういうタオ塾の学びを実際現実に生かしていったプロセスをお聞かせいただきます。そのセミナーなんですけど、やっぱりもともと人前に出ることに抵抗がすごいあったので、なんか石橋を叩いて渡る以前に、なんか石橋を目撃した時点で見なかったことにしようみたいな、そんな要素も自分の中にあったので、まあ、自分の作戦はもう日にちと場所を決めちゃう、じゃないと多分いつになっても自分に OK が出せなくて、いやまだこんな喋りがダメだからとか、
まだ完全に理解してないから、うん、そこちゃんとしてからセミナーしようっていうふうに多分なってたと思うんですけども、うん、まずやったのは場所とその日にちですよね、はい、セミナーを決めて、で元々いたお客さんとかにメールマガでやりますって流しちゃったっていうところがスタートでしたね、うんうん、なるほど、例えばセミナーっていうのは今までほとんどやられてない、はい、あとその今個人的なセラピーもやられてるということなんですけど、はい、そういったものもどちらかというとタオ塾学びあった後そうですで、そういうビジネスの軸が変わってきたそうですね、ビジネスの軸が、だから最近はその売上的にも以前は前からやってたのが上だったんですけど、最近は逆転しているような感じです、ね、なるほどですね、はい、まあ、どん底状態からでも少しずつお客さんが増えてき、またセミナーを開催し、またセラピーとかを受けられるお客さんも増えていった、まあ、結果、まあ、約1年ぐらい経ちましたけど、もし差し支えなければでいいんですが、そういう、まあ、皆さんが関心があるのはやっぱりその収益的なところ、はい、一時のマイナスの時と比べると3倍から4倍ぐらいな感じ、うん、収入ベース、収入ベースで、うん、なるほど。あとまあ、これ中村さんがいろいろね、タオ塾を受けながら体験談をいただいたりとか質問もね、ガンガンもらったりとかしてたんですけど、やっぱりすごく興味深かったのが本音エネルギーというものをですかね、こう実践しだした変化というのを結構いろいろ表現していただいてたんですけど、まず最近結構セッションとかも入るようになってきたんですけど、最初は全く入らなくて、ホームページの募集で無料のカウンセリングをやりますよっていうのを投げかけてたんですね、はい、一向にそれが実際にお金を払ってお願いしますっていうところまでたどり着かなくて、はい、でいろんな勉強というか学びでクロージングをこんな順番でやればいいんですよっていう、なんかコーチとかやってる方のノウハウみたいのをなんか本からとか、 なんかインターネットの動画から学んで、それをそっくりメモして実際にそのお客さんに対してやってみたんですね、はい、でこれ言ったらこれ言って、あんまり自分が言わないでお客さんに話してもらうみたいな、こんなパターンの、サービスがあってこんなパターンありますけどどっちがいいですかみたいな、でいや今わかんない、じゃあいつになったらわかりますかじりじりじりってこう詰め寄っていくような感じ、はいはい、やっぱり売り上げ上げないとやばいからと思って、うん、それを忠実にこう主張の主で守ったんですけども、はい、全くうまくいかないし、はい、しかも自分でも違和感がすごいあって、うん、明らかになんか聞いちゃってるのとかが分かったりでじゃあ結果いつやるかっていうのまた後で連絡くださいねって思ったら、もう次の日ぐらいにやっぱりいろいろ考えたんだけどすいませんみたいな感じが多くて、はい、でやっぱりこれ自分のスタイルじゃないのかなと思って、うん、逆にストレスなんで、うん、もうやめたと思って、結局何やったのかというと、もうほぼ雑談というか、うん、現状どんな問題あるんですか、うん、じゃあいつ頃からですかみたいな感じで、まあ、コーチングとかもそうですけども、あまり自分が話さないで相手を話してもらう、それを尊重するっていうのがやっぱりスタイルとしてベストだみたいな感じが自分の中でもあったので、なんか自分で気づきとか、いやここじゃないのっていうポイントがあってもあえて抑えてた部分があったんですね。ただ、まあ、自分らしさはその気づいたことを言うのがやっぱ本音だなと思って、うん、まあ、お話いろいろ今お聞きしたら、あなたの問題点はこれでここだと思いますよ、過去のこれが多分影響してると思いますよ、じゃあもし私がやるんであればこんなこととこんなことこんなことしますよねみたいな感じで話すと、やっぱり今までは A、B どっちにしますか、はい、こっちいくらこっちいくら実はこんな安いのもあるんですよみたいな感じで出してたのが、なんか別にそんな商品説明しないで私はこんな感じですよって言ったら、あじゃあそれいくらぐらいなんですかとか、どこでやるんですかみたいな感じで、なんか向こうから質問来て、まあ、ここでやっていくらですよみたいな、あわかりました、ちょっと考えて検討しますっていうスタイルにしてから、うん、お客さんが増えたみたいな感じなので、うん、なのでやっぱりあこれも本音エネルギーだなと思って、うん、本当自分にないものっていうかスタイルを無理やりそこに当てはめてやってた時には、うん、やっぱりその気持ちなさとか、うん、次なんだっけなとか思いながらやってるとお客さんの話もちゃんと聞けないので、はい、あやっぱり本音エネルギーがやっぱり、うん、そこにつながったんだなっていうのがすごい感じましたね、うん、なるほど。まあ、この辺がそのいわゆるテクニックの弊害というかね、そのテクニックってまあ道具なので、これも私もタオ塾でねよくお話してますけど、その道具だから別に使うのは全然ここに善悪はないんですけども、それを使うマインドの部分とか、もしくはそれに縛られちゃう、やっぱりそれこそ先ほどのがすごく象徴的だなって私聞いてて思ったのが、
やっぱりカウンセリングは聞かなきゃいけないからって言って今度そこにとらわれちゃって言いたいことあってもいないっていう、もちろんそういう表現はお客さんにとって分かりやすく表現するための技術としてとても大事だと思うんですけども、その前にこの自分の本当に思ってることですね。テクニック専長でやってた時はお客さんがあんまり来なかったけど、もう言いたいことを言って表現したら来だしたっていうのはすごく象徴的な話だなと思いますけどね、はい、あと何かあのご自身の中で印象に残っていることとか何かありますか？そうですね、やっぱり田塾学んでから実際に面と向かってそのセッションをするっていう機会も増えて、はい、でやっぱり最初は何とかしてあげなきゃ、うん、この問題点があるから、あこの問題点きついなこの人みたいな感じで最初はやっぱりちょっと引いちゃってた部分とか、はい、本当に自分のスキルでなんか改善できるのかなみたいな自信の なさみたいなのがあったんですね。でたまたま相手 その完全性と自分の完全性にフォーカスを当てるっていう講義の後に友達からビジネス的なちょっとアドバイスや、ね、カウンセリングみたいなの頼まれてて、でただやっぱりコーチングとかも別に本格的に学んだわけじゃないので、で話もなんかあっち行ったりこっち行ったりするんで、これどこになんか落としどころがあるんだろうなとかって話を聞きながら思ってたんですけども、ああそうだ、高校さん本質にフォーカスしようって言ってたよなと思って、まあ、いろんな問題点あるけどもその人の本質性にフォーカスしようと思って、でそこに集中してしっかり話を聞いてっていうと、なんか自分でも考えてなかったような展開で、なんか勝手になんか自分が話してくれて自分でなんか問題見つけて、うん、なんか解決策まで見つかったみたい なんか一石二鳥的ななんか解決策がポコポンって出てきて、で友達もすごい喜んでくれて、じゃあ1年間ちょっとサポートお願いしますって、その場で1年契約取れたみたいなのがあったんですね。あそっか、本質にフォーカスするってそういうことなのかと思って、でそれからやっぱりあのどんな方でもどんな問題を持ってる方でもやっぱり本質にフォーカスをすることによってやっぱりテクニックが逆に生きるし、まあ、自信じゃないですけども、どんな方が最初はもうねこんな辛い方来たらちょっとやばい自信がないと思ってたんですけども、ウェルカムじゃないですけども、なんかどんな方が来ても別に影響を受けないし別に本質的には完璧だしみたいな感じで、なんか ビビらない、よりフラットに接せられるというか、その点が本当に実際にお客さんと接するときに全く違う、ベースに本質にフォーカスされてるっていうことで、やっぱり中尾さんですね、あのそれでスキルが全然同じスキルでも活かせるんですよみたいなのがまさにそうだなっていうのが実感してますね、はい、なるほど。あとこれはあの中村さんから報告いただいて、私もこうなんていうかびっくりっていうか、塾の中でセミナーの準備から、まあ、そこで私があの神が細部に当たるということをお伝えしていたら、なんかお客さんからそういうのがフィードバックしたっていう、はい、ご夫婦で、はい、今現在その3ヶ月間の自分サポートにご夫婦で申し込まれたんですけど、最初の時に、ね、こういうメンタルケアのサービスしている人は私だけじゃなくっていろんな人いると思うんですけど、なぜ私なんですかっていう、話をお聞きしたら、やっぱり一つ目はその高尾さんに習ってその35日間のステップメールのメールセミナーみたいなのをやってて、すごい共感していただいて、毎回すごい濃い内容を毎日毎日してすごいなと思いましたみたいな声をいただいて、あとブログとかを見て高尾さん人間性がすごい伝わってきました。でたまたまそのご夫婦が私を受ける前になんか他のなんかセミナー講師でメンタルケアみたいなのをしてる人、結構本とか出されてる有名な方みたいなんですけども、その方のセッションを受けようとしてたんですね、まあ、有名だしなんか立派な感じがするしっていうことでほぼそっちの人に受けようって決まってたんですって。でもちょっとした点細かいところでなんか不信感じゃないけど、あれっていうのを思ったんですって。でそんなタイミングで私の動画とかメールセミナーとか見ていただいて、あこの人なら信用できるかも、他の人を見るとすごい細部が雑な人が多いんだけど、中村さんは本当になんか細部に神が酔ってるようなそんなのも感じたんで中村さんにしましたって言われて、で私も拓保さんがおっしゃってたのを分かったのでその言葉言われてたんで、目の前に拓保さんの顔がポンって浮かんで拓保さんが言ってたこと鳥肌もので、だその方も本当になんか、なんか分かんないけど伝わるものはありましたっていうフィードバックもらったんで、はい、これが本音エネルギーなのかなって改めてお客さんにフィードバックいただいたみたいな感じですね、はい、なるほど。あと質問をですね、はい、いただきました。
私は常日頃もう何が起きても大丈夫と思えるような感覚を味わってみたいなと思っているのですが、どん底状態を体験された中村さんがそこから抜け出す過程でもう何が起きても大丈夫と思うような瞬間がもしありましたらお聞かせいただきたいですという。なんか何が起きても大丈夫というと、うん、問題が起きても全然自分なら OK みたいな自信があってどんどん前に進むみたいなイメージなんですけども、なんかそれとはちょっとニュアンスが違って何も起きないみたいな、うん、逆というか、うんうん、なんか何が起きても大丈夫っていうとなんか何かが起きる前提みたいな感じがあるので、うん、逆に今まではそんな感じだったよね、うんうん、なんか起きても大丈夫な自分になろうみたいな感じがあって、うん、それを乗り越えようみたいな感じがあったんですけども、うんうん、なんかそうじゃなくてその力を抜くみたいな感じで、うん、もう完全性にフォーカスして水面、波の立たない水面じゃないけども、はい、そんな感じにすることによって、うん、目の前のことにフォーカスできるという感じなので、だからなんか、うん、何が起きても自分はぶれないっていう感じじゃなくて、うんはいうん、なんかただそこにいるみたいな感じ、うんうんはい、そんな感じです。なるほど。まあ、おそらくですね、これはあの一言でテクニック的にこういう言葉を唱えればいいんだよとか、あのこういう理論を抑えればいいんだよっていうところだけではない、もっとこのいろんな角度での積み重ねと、それを日常の自分で経験を通して少しずつ確信を深めていく中でだんだんあの行き着いてくる境地だと思うので、ちょっとそういう意味で一言で難しいと思うんですけどね。ではあの最後にですね、まあ、このタオ塾との縁に対して感じていることとか、まあ、これからねそういうこういうことを学んでいきたいなっていう方にもし何か一言メッセージがあれば。そうですね、はい、やっぱりタオ塾で、お伝えしていただいていることっていうのは、私はメンタルケアでそれを使ってますけど、多分どんなジャンルを問わずにいろんなことの本当のベースのところで使えると思うんですね、まあ、マネジメントもそうですし、いろんな分野で使えると思うので、ぜひまあそれぞれ、ね、目的も今後の目標とかそういうのも違うと思うので、ぜひそれにタオ塾の学びですね、それを活用していただきたいなというのと、やっぱり高尾さんもおっしゃってますように、もう70億人いたら70億人のそれぞれの役割違いがあるので、やっぱり私もそうだったんですけど、なんか周りの人が気になったり、ついつい比較してしまったり、なんか自分から情報を出そうとしたって、いや自分の情報なんてそんなあの人に比べたら全然大したことないなって言って、本当は出そうと思うんだけどそれを縮込めたりみたいな、やっぱり自分から何か出しているっていうところからまた新たな反応があって、そこから新たな展開があるっていうことがあると思うので、ぜひまずは自分から何かしらの行動につなげていただければ、なんか振り返ったらなんか自分でもびっくりするぐらいこう距離歩けてみたいな感じにつなぐんじゃないかなというのと、それだけの素晴らしいものを学んでるっていう自信と自負ですね、はい、私もいろいろ自己啓発とか、まあ、心理学とかいろいろ学んできましたけども、やっぱりタオ塾で学んでる教えていただいてることって本当の本質の本質なので、それを学ぶだけでも本当に全然違うんだよっていうところ、すごいものを学んでるんだっていう風を持っていただけたら、より行動しやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。